どうも、こんにちは。はい、どうも、プスーさんいらっしゃいます。はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい、この時間、平日昼の部ということで、今日から、はい、前回のペルスナ2罪攻略からの、はい、引き続いての、ペルスナ2罰の、はい、初見攻略プレイを、はい、やらせていただきます。はい、題して、底辺が罰せられる配信その1ということで、はい、どうも、ささみさんいらっしゃいませ。うん、ね、一応、罰ってことで。まあ、どうなんでしょうね。ストーリー的なつながりが、ね、どういう感じなのかわかんないですよね。だから、ね、その罪の、何、リセットされた世界での、結構、持つストーリーになるんですかね。まあ、ね、ちょっとその辺わかりませんがね。なんか、主人公は今度、ね、その、あの、ヒロインの、前の方だって。どんぐりさんいらっしゃい。いや、僕の犯した罪に関してそこまでね、爪を剥がさなきゃいけないほどの罰を受けなきゃいけないんでしょうかって話ですからね。まあ、ということで、じゃあやっていきましょうか、早速。ベリベリベリ。やだ、一緒にやめて、ベリベリとか。ね、結構ね、オープニング曲もね、ちょっとアレンジされてね、今聴いててちょっといいなと思いましたが。罰。じゃあやりましょう。嫌です。はい、キューコムさんいらっしゃいませ。リスナーをディスること多数。何がですか。これどれだ。コンティニュー。あ、音声バイブレーションスタート。コンティニューでいいのかね。振動はオフでいい。ちょっとなんか、ステレオ。コンティニューでいいんですかね、これ。バイブレーション。引き継ぎのデータがあるってことで。データがありません。え？何？ダメ？スタートからでいいのかな？じゃあ。え？うん。これですね。ペルスナ2、罪のセーブデータがある場合、ペルスゲーム開始前にそのデータを読み込ませることにより、ペルスナ2、罰の進行に何らかの変化が現れることがあります。ペルスナ2、罪のセーブデータを読み込ませますか？はい。ずるっちょ。何がずるですか？いいんですよ。うん、このね、52時間もね、やって、ね、こっからまたね、新規でやるんですが、当然ね、ちょっとぐらいね、有利なね、アドバンテージな条件があったって、全然、わ、ね、バース、いいと思うんですけどね、これを罪とは言わないでしょ。はい。ロードします。お、そんなにやってたか。ね、結構やりましたからね。でもね、ちょっとさっき見たんですけどね、まさかのびっくりってか、ね、ペルスナ罰、ね、ディスク2枚組なんですよね。うん、はい、どうも、ジョニーペルさんいらっしゃいますよ。もう別にディスクの枚数がそのままね、倍のボリュームになるってこともないと思いたいんですが。うん、ね、これ確か前回のエンディングで、ね、なんか駅の交差点で、ね、一瞬開口って言うんでしたっけ。ね、うん、みんな、私のことは早く忘れなさい。ねえ、一回目ね、あれ死んだってことになってんですかね。ムービーは黙ろう。あ、ごめんなさい。すいません。怒られてやんの。で、いいのかな。はい、16部さんいらっしゃいません。怒られてやるの。ごめんなさいね。はい。うん。なんと、まあ、寂しい背中代、あんた大切なものでもなくしなさったかね。そうかい。なくしたんじゃないね。見つけしまったのかい。思い出を。人間は罰当たりな生き物さね。ここも昔は夏祭りで賑わったもんだに、時が過ぎれば大切なことすら忘れちまう。忘れちまったままの方が幸せなのか、思い出した方が幸せなのか、あんた厄介なもんに囚われちまったね。
どうなんでしょうね。ああ、主人公じゃないから喋るんだ。そう、俺は思い出した。この世にあってはならない罪をどう償う。うん、主人公じゃないのか。まあね、某所会でしょう。どこですかこれ。何これ。何の会議っていうか、誰こいつだ。はい。そんなんなんの。あ、これオープニングになんか出てましたね。謎の老人。これより定例の、言霊の儀でいいんですかね。言霊の儀を執り行う。では、午前でいいのかな。午前、お願いいたします。誰こいつだ。午前って。で、場面が切り替わって、あ、雪乃さんだ。うん、で、まやか。取材、お疲れ様。まやさんに手紙届いてますよ。差出人とか書いてないけど。どうでしょう。書いていない。サンクス雪。うんね、マヤが主人公だから。うん、どうしよう。サンクス雪、ありがとう。でも誰だろう。この選択肢に対して意味があるんですかね。まあ、とりあえず普通に、お礼と、うん、こっちがいいのかな。うん、ありがとう。でも誰だろう。天野マヤ、キスメット出版の、高校生向け情報誌、クーレスト編集部に在籍する女性編集者。今回の主人公。まあね、皆さん罪やってた人ならね、言わずもがなですが、うん、何次はお前だジョーカーまたジョーカー出るのっていうか、何また何ジュン君がやってんの、同じこの世界でもね、新人、うん、ねえねえ、せっかくリセットして人生やり直したっていうのに、結局また同じクリコとの繰り返し。天野先輩、編集長が呼んでますよ。いつも面倒な仕事ばっか押し付けられて、先輩も大変っすね。アクセク、働いても大していいことあるわけじゃなし、やっぱ夢と現実ってこんなもんなんすかね。はぁ、会社辞めようかな。なんで、今、カメラの角度が変わったの？あんまり気に、細かいことですけど。これが編集長。結構、僕ほどとは言わないまでも、水野編集長。来たわね、天野。水野編集長。前と対立の絶えないクーレストの編集長。典型的な仕事一筋のキャリアウーマン。30運歳にしてまだ独身まあ女性はなんかもう30独身だとなんかすごい言われそうですよね、かわいそうに。今日呼ばれたわけ分かってるわね。あなたが出したインタビュー企画、噂の高校生の夢ってあれボツだから。つまんないのよね、インパクトがないのよ。興味、誰が青臭いガキの夢なんて読みたがる。はあ、でも大切な、これな、とりあえずはね、意見だけした方がいいと思うんですが、でも、また口答えする気？あなたには、ジョーカーの噂を取材してもらう。これは決定よ。最近の連続猟奇殺人事件？そんなこと起きてんの？子供の間じゃジョーカー様の仕業だって噂されてるの知ってるわよね。七島学園に行ってそれを取材してきなさい。バイトの前積みは今回の仕事が外すわ。あなた一人でやるのよ。雪乃さん、今回も、もう今回全然出番なし。分かってると思うけど、当然今日あなたが出していた、午後半休届の却下よ。
ひどいな。嫌なら会社辞めなさい。代わりはいくらでもいるんだから。さあ、分かったら言ってちょうだい。私は忙しいんだから。だってこういう代わりがいるとかね、偉そうなこと言ってるやつこそね、いくらでも代わりがいるっていうね。で、主人公ね、まだレベル1。あれ？何も使えない？まだ。コンフィグ、アナライズも何もできない。うん、所持金は5000円、うん。これでまたレベル50ぐらいまで上げる。苦難の日々は。クーレストの売上表、販売部数が落ち込んでいる。編集長のイライラの原因らしい。半球取り消しは涙出るんだが。ねえ、かわいそうに。まあ、しょうがない。とりあえず。うん、マヤさん、芹沢さんって人から電話ありましたよ。受け付けに迎えに来るって言ってたけど、来たら内戦あるんじゃないかな。前泉駅のね、前の相棒だった。相棒だったもう過去形カメラマン。本来、キスメット出版の社員ではなく、関係者の藤井が雇うバイト助手。そういえば、お見合いパーティー行くんでしたっけ？私らどんじもへったくれもないからね。たまには思い切り羽伸ばしてくるといいよ。レッポジ、何が、はい、どうもね、上海さんいらっしゃいませ。うん、天野確か7月生まれだったよな。ってことは、交流が俺が2月生まれの清流だから、あんま相性良くないのか、残念。何今の、何の占い、占い、うん、特にないのかな。ただき、天野さん、ジョーカーの噂、取材するんでしょ？つい昨日も食い散らかされたみたいな死体が見つかったっていうし、怖いやわよね。ジョーカーは悪魔使いだって噂本当だったりして、あなたの身に何もなきゃいいけど。世紀末だ、グランドクラスだって騒いだって、今年の夏は結局何もなかったね。盛り上げ多分、抗議してくる読者がうるさくてさ。あ、これ確か2000年のタイトルなんですかね。多分ね、ノストラダムスとかの、そういうのがね、終わった後のゲーム。猟奇殺人の被害者もう二桁になっちまったな。たく警察は何してんだか。うん、記者クラブに俺の先輩がいてな、警察は未だに犯人の目星もつけられんらしいよ。いろいろ噂が立ちまうの無理ないわな。すごいですね。そんなもう二桁超えるって、完全なるね、大量殺人でしょ、もう。例の地下鉄工事でまた遺跡が見つかったらしい。やっぱこの街の下には何かあるのかね。空母のも社会部行きてえな。地下って何も縛るばってこと。あ、ごめんなさい、飛ばしちゃった。しかもな、長いし。何、ワンドンはない、占いの読者投稿をまとめるの手伝ってよ。よく当たってブレイクしちゃったから、投稿も半端じゃないのよね。ほら、携帯とかでも配信されて、守護竜がどうのって女子高生とか OL とかが、騒いでるでしょ。もともとは何、防竜術っていう風水の秘術を分かりやすくしたものらしいんだけど、これが本当によく当たるのよ。防竜術はね、運命を支配する天帝が地上に使わした12匹の竜の動きを星の動きから予測して、何、国運を占う呪術なの。竜って言ったって地脈みたいなものなんだけど、わけわかんないですね。地脈みたいなものなんだけど、人がいいことすれば恵みをくれるし、悪いことすれば天変地異となとかの、ね、最悪をもたらすんですってね。僕とは関係ないですが。はい、どうも24コメさんいらっしゃいませ。うん、まあ、誰も運命には逆らえないってことかな。うん、そうですね。僕がね、ニート、無職になってるのも運命でしょうからね。そんな逆らったってしょうがない。うん、諦めましょう。仕事で半休取り消しにされたって、そんな横暴なことあるもんか。私が文句言ってやるよ。さすが強気。ありがとう、ユキ。私なら大丈夫だよ。レッツポジティブシンキング。あ、レポジ、これか。そうですね。口癖でしたね。レッツポジティブシンキング、へっちゃらよ。私とのコンビも解消なんて、なんて見えすぎた嫌がらせだい。待ちちゃダメだよ、マヤさん。
そうだ、セブンセンの取材なら私の恩師がいるから連絡しておいてあげるよ。前泉の紹介といえば悪いようにはしないさ。あ、最高先生ね。あ、これね、雪乃さんもね、恋人をね、やれやれ、水野女子にも困ったもんだな。ユッキーと一緒じゃないと、君も寂しいだろうが、これも休業無さ。頑張れよ、マッキー。マッキーって言われてんの。藤井俊介、クーレストの依頼で出入りするフリーカメラマン。雪乃が敬愛する雇い主でもある、雪乃ユッキー、マヤをマッキーと呼ぶ。ま、雪乃ユッキーはわかんない。なんで前でマッキーって呼ぶんですかね。この新人、先輩、俺聞いちゃったんすよ。田崎先輩と編集長が天野は生意気だから一人でジョーカーの取材をさせようって話してるの。ねえねえ、テッキー。何ですか、テッキーって。そうしたら怖がっておとなしくなるだろうって。こんな会社やっぱやめようかな。仕事は大変なだけだし、やっぱね、上の人間がね、そうやって信用をね、得られないよ。じゃそんな会社もう先はありませんよ。何これ、非常階段ここには入れない。とりあえずこれで行っていいのかな。ああ、なんか、ね、セリフ言ってたけど、ごめん、飛ばしちゃった。あれ、誰かいる。あ、誰、うらら、うん。この人は、あれでしたっけ、確か。まやさんと、ね、部屋、同僚っていうか、ね、シェア、ルームシェアっていうんですかね。うん、その女性の人でしたっけね。罪でもちょっとだけ出てきましたが。じゃあお前や、じゃあ気張っていくかね。絶対いい男捕まえんのよ。あ、お見合いのあれでしたっけ。そういえば芹沢うらら、女性用下着メーカーに勤める、前の親友、占い好きの化粧美人で、男運が悪いことを気に病んでいる、うん、ね、なんか結婚詐欺にあったとかね、ずいぶんありましたね。何？仕事で行けなくなった？ちょっとあんた初めから行く気なかったんじゃないの？あ、わかった。例のデンジャビューの少年が気になってんでしょ。かーい、やめときなってって。誰これ。ね、デジャブって、な、ね、騎士官ってことでしょ。あの、ね、帝王と会ったあれがってことですかね。大体なんで駅前でね、1階ぶつかっただけの投資下にそんな入れ込むかね。いくら前に会った気がするったってさ、うん、何、本当に仕事なの？ね、7姉妹恋なんですかね、うん、実際どうなんですかね。2人っていうかね、前の世界で恋愛感情あったんですかね。7姉妹学園でジョーカーの噂取材。ああ、もうしゃあないな。ほれ、ちゃっと済ませば、まだ間に合うわ。手伝ってあげっか、急ぐのよ。何、仲間になってくれんの、うん、ってこともない。ん？いけない？ん？どっちだ？こっち？キスメット出版。どうしたの、マヤ？へえ、取材でお見合いパーティーに行けなくなったの？あの、つぼねさん、ほんと意地悪よね。とりあえず どっちが出口、こっち出ればいいのかな、うん、キスメット出版ってどこにあるんでしょうね。あ、学校も直接来た、うん、ってことは何、校長もいるの、犯人も、うん、本庁の刑事。じゃあよ、吉坂でしたっけ。吉坂アンナさんって あの人確か、金田にひき逃げされてから素行不良になったとね。なんか陸上だかのアスリートだって出てきた子ですよね。そうは言ってません。ただ少しナーバスになってるだけです。人殺しなんてできる子じゃないわ。あ、これがあれでしたっけね。罪の主人公のお兄さんでしたっけ。落ち着いてください先生。我々もその生徒が被疑者と思っているわけではありません。大体あんな殺し方は大の男でも。底辺の巡査部長。あ、名前引き継がれてんだ。だから底辺のになっちゃうんだ。ね。まあ、そういうことなんでさ、念のためです。じゃあ、ご協力どうも。
お兄さんにも名前引き継がれちゃったか。勝也さんでしたよね。底辺のは、王様くんは家に戻りました。いえ、まだ帰ってないそうです。全くどこで何をしているやら、あのバカ者が。底辺の勝也。江南警察署刑事一課強行犯係の、若手刑事。階級は巡査部と、王様という弟がいるらしい。先生にもご心配おかけして申し訳ありません。では失礼します。これで、今の人たち刑事さん、キスメット出版の方、前泉から話は聞いています。うちの生徒たちに取材したいんですって。高見最高、七島漫画学園、通称セブンスの、3の B ターンに、男っぽくさっぱりとした、性格と生徒の自主性を重んじる教育方針で慕われている。まあ、この先生はね、ペルソナ1の時からね、出てましたからね。ちゃちゃっと済まして帰りますから、お願いできます？噛まないと思うけど、あんまり生徒たちを刺激しないでね。例の猟奇殺人で、みんな落ち着かないみたいだから。まさか何かあったとか？生徒をひき逃げした男は殺されたらしいの。それが猟奇殺人と関係あるらしくてね。何もなきゃいいんだけど。これはなんか調べられない。そういやデジャビの少年も、ここの生徒みたいだってあんた言ってたわね。ひょっとしたら会えるかもよ。ジョーカー様の噂、生徒たちが騒いでるやつね。自分の携帯から自分の携帯に電話して、ジョーカー様にお願いすると気に入らない人を殺してくれるってあれでしょ。誰が言い出したんだか知らないけど、妙な噂だね。まだ占いで騒いでる方が可愛げあるわ。そうか先生、そうか、また猟奇殺人が起きたか。そうか、しかも殺されたのは前にアンナを引いた男か。そうか、それで警察が来てるのか。こんな先生いましたっけ。柏原先生、いやーどうも、私ね、私、あなたの会社のオカルト雑誌のファンなんです。ほら、月刊メイってあるでしょ。柏原ね。この人ね、前の作品じゃね、死んだってことになってましたけど。ね、3年生の学年主任を務める世界史教諭、風変わりだが優しい先生として慕われている。うん、ね、息子がジョーカーかも敵枠がまた出てるのに、ね、いいんですかね。私も昔は、はい、どう、ニャルじゃないでしょう。本当のお父さんでしょう。はい。29個目さえいらっしゃい。私も昔は古代文明の UFO が街の地下にある、なんて本を書いたりも したもんですが、ああいうのはエンターテインメントとして楽しむのが一番ですね。いや、何を、これ本当にニャルなの？またニャルが何、扮してるの？嘘でしょう。麻生先生、ああ、そう。さっき、草加先生で、草加で、こっちは麻生で、麻生って。当校の生徒を主催しに来たと。だけど、もう下校時間を過ぎてるので、あまり生徒は残っておらんよ。そりゃそうか。とりあえず、いいのかな、行けば。まだ、敵も、まだ、序盤だから、多分、敵とかも出ないんでしょう。あ、でも仲間にはなってるか、うらら。ちょっとなんか疲れた顔してますね。立ち聞きしていた生徒、お姉さんたちが雑誌の人、ジョーカーのことを調べてんだろう。何か分かったの？ジョーカーってさ、10年前の連続殺人犯、あいつだって噂だよ。あいつがあの世から、悪魔連れて帰ってきたんだって。連続殺人犯、あれね、あの、うん、ね、レオダカの人、あいつまだコウマしてないからね。あ、そうなの、してないの？ほら、結局捕まらなくて死んだとか、外国に逃げたとか噂されてたじゃん。やばいよ、きっともっと人が死ぬんだ。怯える女子生徒、私はどっかの病院に入れられたって子供の頃に聞きましたけど、どっちにしても怖いですよ。電波電波電波。
面白がって おまじないした友達が本当に電話がつながったって怖がってました。ジョーカー本当にいるんじゃないかって、これってね、噂とかね、そういうね、思惑がね、また噂として現実になってってね、そういう展開なんですかね。アイテムボックス、道具バッチリ。工場の暗黒ヤング伝説早く見せて。何あんの、ここでもあるの、その校長の暗黒ヤング伝説また校長とやるの、わかんないけど、どこ行きゃいいんでしょうね。とりあえず教室で生徒から聞きゃいいの。怯えた男子生徒、警察が来てるみたいなんですけど、この学校で何かあったんですか。まさかジョーカー事件じゃないでしょうね。そうだ、きっとそうなんだ、きっと。さっき 3B で見た人もきっと刑事っす。やばい、この学校やばいっすよ。何さも 3B に行けみたいな。残念そうな女子生徒、何が残念の。やだ、前に誕生日教えたじゃん、1月って。忘れちゃったの、なんかショック。1月ってことは、あなたの牛は、交流ね。安定的で保守的な気質。私は清流だから、あちゃ、相性悪いみたい。これ、2人で1人の会話ってこと？で、こっちがうらら。うふふ、お見合いパーティー、楽しみよねって、舞い上がってますね。嬉しそうな男性と当たるんですよ、ワンロン占いは。僕なんかそれに従ってるだけで、素敵な彼女ができてしまったのです。グフ、もうワンロン占いなしじゃ生きていけませんね。いやいや、マジで。やっぱりそういう占いもね、信じることで、その力がね、増して、ってことなんですかね。で、ムカついてる女子生徒。3年に王様って先輩いるんだけど、超イケてて一応憧れてんの。だけどリサも狙ってるみたいだし、デビューで差をつけるなんて汚いし、なんかそういうの浅ましいじゃんっていうか、超ムカつく。でデビューってどういうこと。今度クラスメートが芸能界にデビューすることになったんですが、それはまあ喜ばしいことなのですが、そのクラスメートのプロデューサー源氏って言って占いでヒットしたって有名なんです。そんな人についていって大丈夫なのかしら。何銀子とか、何この世界だと、何芸能人デビューしたってこと、もしかして。マヤ聞いた、このクラスの子芸能界にデビューしたんだって。デビューよ、デビュー。はあ、私も一度憧れたっけな、そんなの。若いっていいよね、可能性無限大って感じで。私もあの頃に帰りたいわ。ね、アイドルになっちゃうっていうか、アイドルになるってことはね、当然ね、プロデューサーとかね、そういうディレクターとかね、監督とかにね、いろいろあれされちゃうんでしょうけどね。興奮気味の女子生徒。聞いたグループの名前ミューズでしたっけ。ミューズだって。リサたち本当にデビューしちゃったんだね。なんか短すぎて実感湧かないけど、俺アルバム出たら絶対買うよ。あ、今のうちにサインもらっとくもん。てかかな、やべえ、ドキドキしてきた。なんで他人のあれでお前がね、そんな緊張するの。聞いた、これも、とりあえず何 ?3 の B 行きゃいいのかな。まあちょっと、まあせっかくですし、ちょっと、こっち2の D は、これは入れない、こっちは何でしたっけ、何もない。1200円こんなところで1200円。いや、欲しいですね、リアルで。リアルの方で1200円欲しい。くそ、3の D は入れない。3の C も入れない、で3の B、 あれ違う、ここじゃないの、ここが、あ、上か。まあまだ行かなくていいんでしょう。3の Bね、そういえばマーヤの言ってたデジャブの少年、ここの制服着てたんでしょ。青いネクタイってことは3年生のはずだけど、そんな子いた？もう帰っちゃったのかな。
あ、ね、お兄さん、さっきの。あれ刑事さんなんでしょ、また王様のやつ事件起こしたのかな、あいつも懲りないよな。はい、どうも36個目さんいらっしゃい。2週目っていうか、ペルソナ罰ですね、今やってるの。罪終わって、うん。真面目な男子生徒、確かに他から見れば不良かもしれませんけど、でもそんな悪いやつじゃないんですよ、アンナって。いや、あの交通事故さえなければ。そうだろうな。わかった。ありがとう。ところで、ここに王様というやつがいるだろう。あいつの最近の素行はどうだ？王様ですか？あいつまた何かしたんですか？また？いや、そういうわけではないんだが。そうか。誰もいないんだ。最近王様が学校に来ないの、授業をサボることはよくあったけど、あんなだけに、それでも学校にはいつも来てたのよ。何かあったの？教室があるのは3階まで、4階には大時計しかないっす。いつも公務員さんが中を掃除してるんですよね。え、そういえば罪の時はね、その大時計がなんか動いて、なんかそこからいろいろごたごたが始まったんでしたっけ。3の A どこ行きゃいいんでしょうね。そしたら職員室行ってね、校長室、鍵がかかってる、これで、ここ2階でしょ、じゃあ1階どこでしょうね。公務員室、はあ、この年で大時計の手入れは大変じゃわい。ところで飯はまだかの？まったくおじいちゃんだ。さっき食べたばかりじゃない、しょうがないわね。あれ？このポスター、口のところはふやけてる。まあいいか。あ、なんかありましたね、このポスターね。確かあれ、調べたら、今ダメ、調べらんない。ね、なんでふやけてんでしょうね、口のとこだけ。ね、追っかけのアイドルかなんか知りませんが。で、階段1の A もいけない、1の B も、こっちの中にはいける。何でしたっけ、なんとか岩があったんですよね、確か。あ、またあれ、犯人校長。吉坂でいいんですかね。爆弾じゃないでしょ。吉坂、アンナ、貴様、なんだその反抗的な態度は。半夜校長、エルミン学園から転勤してきた新校長、前の高校で半夜の通称で嫌われていたが、7週前学園でもやはり嫌われている。そんなことだ、警察沙汰まで起こすのだ。どうせお前が犯人なんだろう。引き逃げされたのを恨んで殺した。すごいですね。いくら校長だからね、さすがに言っていいことと悪いことの、ね、ちょっと限度、ラインを超えちゃってると思うんですが。私は何もしてない。吉坂アンナ、3の B の生徒、今ではすっかりすさんでしまったが、事故に遭うまでは高校理事空上会、期待の星だったね。のりこ、誰これ、この人いたして、のりこ、いましたね。でも、顔グラフィックありましたっけね。ひどい。お姉様、人殺しなくて、してません。片山のりこ、アンナに憧れ、七姉妹学院に入学した2の B の生徒、陸上部に所属している。わかるものか。インターハイ選手だからと目をつむってきたが、お前だと走れなくなればただの役立たずだ。そこまで本音ズバッと言いますか。中退届ならいつでも受理してやるわ。仲間の底辺のともども早くやめるがよいわ。すごいですね。こんな人がよくね、校長に
慣れましたね。どれだけ上の人にね、ごませてきたんだか。ちょっとあんた、あそこまで言われて黙ってる気？誰？あんたたち。雑誌の？そう、どうせあんたたちも私が殺したと思ってるんでしょ？好きなように書けばいいわ。ああ、拗ねちゃった。あいつ、殺してやる。誰のことでしょうね。校長？校長死ぬの？いくらなんでもありゃひどいわ。あの親父探して文句言ってやろう、マーヤ。え、そっから？校長探すの？ん？吉坂今、ジョカなんだよな。え？ワンロー占いのジョカ知らないの？守護竜がこの周期に入ると強運に見舞われるんだ。他の占いでも天柱殺とか、暗剣殺とかあるでしょ。占いで暗剣殺とかあるの？まあ、スランプみたいなもんだね。吉坂も昔は真面目な生徒だったんですがね、今では問題児の底辺のと、クラブなんぞに入り浸ってるという噂です。やれやれ。岡村真也先生、この岩いかにも曰くありげでしょ。でも調べても何もなりませんよ。岡村真也、二の死の担任の世界史教諭、下の名前が真也と一緒。あ、本当だ。なんとなくどっかで会った気がするってか、ねえ、言って、こいつに刺し殺されたんですよね。まあ、前回ね。あなたどっかでお会いしました。いえ、なんとなくそんな気がしたものですから。これ、奈良と一緒ね。学園建設当初に出土した強岩、岩質はサマタイトだが、時期以上は観測されている。伝説ではナラルトホテプ。あ、これで、あれですかね。邪気を、ヒデモン商人が封じた守護石だと言われている。ねえ、ニャルラトホテプ。ねえ、そういうあれが、つながりがあったんだね。吉坂先輩、やっぱり引かれた腹いせにジョーカー呪いやっちゃったんですかね。そんなジョーカー呪いで、まああるんでしょうね、このゲームだと。あの親父きっと交渉士でふんぞり返ってるって。私、ああいうのが一番頭くんだよ。絶対文句言っちゃう。そこまで。これでまさか、なんかね、ストーリー的な展開だと、なんかこれで校長行ったら、なんか校長室で校長が死んでるみたいな、そんなオチじゃないですかね。私を見ろ、私に従い、私を頼るな、と矛盾した名言が記されている。見ていると何やら無性に腹が立ってくる。罪の世界じゃね、なんかもうちょっとね、なんか崇拝されてたっぽいですが。とりあえず、いや、ちょっとそろそろセーブしときましょうか。いや、違う。いや、こっちダメで、2です、でも。で、3階まで行きゃいいのかな。本当に死んでる？本当に死んでるの？包丁？しかもね、はげてる。あちゃー。ねえ、なんなのさ、これ、一体何なのよ？どうやって殺されてるの？ちょっとね、死因がわかんないっていうか。フラグ回収。ねえ、失礼します、校長。少しお伺いしたいことが。やばい、現場見られちゃうじゃないですかね。これはどう考えても僕らがっていうかね、疑われるでしょ。これは。ああ、校長死んじゃった。握りしめた予告状。予告状？この殺し方、やつか。ジョーカー？
君たちが第一発見者か、不審者を見なかったか、発見した時の状況は、いつここへ来た。ジョーカー模倣犯だし雑だよな。そうなの、もう模倣犯、いや、わかんないけど。名字どうなんだろう。名字、いや、さっき見たら、あの、底辺の手なってました。あの、引き継ぎデータ使用したから。ね、底辺の勝也ってなってまして、うん、わかんないわよ、一度にそんなに聞かないで。兄貴かわいそう。なんでですか。あんたまさかどうしたの。ジョーカーやったってこと。私じゃない、私は何もしてない。待ちなさい、君。ちょっと、まあや、なんで置いてくのよ。うわ、何急に。何このワンちゃん、ワンちゃん。何あれ。何がどうなっちゃう。あ、何あれが殺したってこと。何者かの声。見りゃまかんだろう。悪魔だよ、悪魔。誰。悪魔。何者だ、貴様。それに、この患者。誰。何ジョーカー何これがジョーカーなの、この世界の。え、手紙受け取ったろ。俺だよ、ジョーカーだよ。ジョーカー、自分の携帯から自分の携帯電話することで殺人依頼をできると噂されるカージン。紙袋さん。え、これジュン君なの、もしかして。ちょっと違う。依頼受けたからな、お前殺しに来たんだよ。噂でそう決まってんだ。誰を。な。天野真也、お前のことはよーく知ってるぜ。お前が向こう側で何をしてきたかもな。この人は誰の、なんでそのこと知ってるの。しかも何これ。ペルソナ出してみるよ。じゃねえとこいつらに食われちまうぜ。何あれ。そのチャカ使ったっていい。使えんだろ、両手でバングバングってよ。広域強行犯501号、銃刀法違反並びに脅迫の現行犯で逮捕する。うわ、誰こいつ。知ってる人でしょうね、顔隠してるってことは。フリーザ。フリーザ。我はヘリオス。イニシエの日記を率いた世のカダルの木を破るの。我、ガンジが戦車の忠実な御用車とならん。戦車ってことはチャリオット。ここでペルスナがあれするってこと。ちょっとボイスやっぱ小さいかね。でこれで前も発動。これ何、ハンマー。なぶり殺す、あれで。
どうなった？え？死んだ？わけではない。またフィレモン？ナブコロ。またフィレモンがどうこう言うの？それともこれで何？記憶を思い出してるの？何？今回もだから何？またニャルダとホテプの何？いたずらっていうか何？あれってこと？こいつらのまた試練っての人類に課した、そういうことなの？私ら死んじゃったわけ？何だったのよ私の人生。ねえ、またフィレモンでしょ。そうではない。私が主君を招いた。私の名はフィーデモン。意識と無意識の狭間に住まう者、諸君にペルソナを与えたものだ。フィーデモン、絶えず人の自我を見守り啓示を与えているという、普遍的無意識の創造性を、象徴する原型。何や弱っている様子だが、何、死ぬの？死ね。お前なんか死んじまえ。501号も同じ言葉を口にした。これが夢だと受け入れて尋ねるが、そのペルソナとは一体なんだ。見ましたね。諸君が得た力は人の心の奥底に潜む、神や悪魔のごときもう一人の己を呼び出す力。神のように慈愛に満ちた自分、悪魔のごとき残酷な自分、人は様々な仮面をつけて生きるもの。今の諸君の姿も無数の仮面の一つにすぎ、ペルソナもまた、あまたある、君の姿の一つ。同じことね、罪でも言ってましたね。物理的干渉力を持った、別字が原型でいいの？のようなものだということか。それを僕たちに与えた目的は？あっさり受け入れましたね。会話が成立してる。諸君に頼み、私の読み、甘か、キャッツ主君、因果の意図、あまり深い。何、結局何、またニャルダとホテプと戦うってこと？ね、はい、51個目さんいらっしゃい。彼ら、血類を流し、作った、こちら側、救え、諸君しか。どうした？よく聞き取れない。注意、噂が現実になる。人、心に光を。何、今回こいつももう完全に役立たずってこと？もうやられちゃったってこと？無事か君たち。とりあえず、いっちゃいるみたい。アマが、さえちゃ、かわゆ。今日、さえちゃんね、攻略終わりですからね、よければ。底辺のです、島津管理官に連絡を、七社前学園で、501号と接触。被疑者は同校校長を殺害、逃走中です。至急。マーヤ、大丈夫？うららこそ大丈夫？私は大丈夫だけどさ。もうすぐ応援が来る。僕は先の女生徒を追うから、君たちはここで待て。というわけにもいかないか。君も狙われている。なんであの子、犯人はさっきの紙袋じゃないわけ？
やつの言葉通りなら、これは、何でしたっけ、食卓殺人でしたっけ、彼女が依頼した可能性は否定できない。確かにあの子殺してやるとか言ってたけど、これってさっきの夢と関係あるわけ？噂が現実になるとか言ってたけど、ジョーカーの噂が本当になったってこと？ありえないと言いたいところだが、どういうこと？あんなものを立て続けに見ては自信がない。ただ我々の無意識が夢の形を借りて、刑事や示唆を与えることは、心理学でも認められている。お兄さん賢いですね。今はそれに類す、ん？類する類することと捉えるしかない。それであんな冷静だったわけ。君は僕と一緒に来てくれ。一人にはできない。私も行くわよ。友達出した。こんなところに置いてかれた。たまんないわ。で、これで三人合流。わかった。超法規的措置だ。そこまでのことですかね。奴が置いていった銃を、銃渡すか。そういうことか。身を守る以外、絶対人に向けるな。私はいいわ。こんなもんね。これでもボクシング習ってるからさ。ポジション的には何？うららが銀子のあれ、殴り役？あ、先生だ。うん、どうしたの？すごい音がしたけど。校長が殺害されました。すぐ応援が来ますから安心して。生徒を教室から出さないよう指示願います。帝王もボクシングやってみなよ。無理ですよ。僕じゃ3分どころか30秒も動きが持たないっていうか、もう。これでいろいろシステム周りが解放されたと。一応これで。どこでしょう、でもこれペルソナ的には誰がいいんでしょうね。ハマ魔法でしょう、マウナ魔法でしょう、ボクシングやろうぜ、帝王サンドバッグな。いやですよ。これせっかく手に入れたそのね、あのカルマリングって誰に装備させりゃいいの？どうせペルソナでね、魔法使うなら、ね、魔法攻撃には反映されないんでしょう。ウサギの守り。ねえ。しかも何？え？ステータス的には何？力が15って。何？ステータス思いっきり下がって、そこまですごいあれじゃなくなってるってこと？ねえ、確か罪では攻撃力100とかだった代物が。ねえ。こっちだと力が15。力って誰がいいんでしょうね。帝王セクシースーツだってさ、セクシーだよセクシー。とりあえずどうしよう。前でいいのかな。アリス倒したの？うん、倒したからね、カルマリング引き継げるっていうから、やったんですが。なんだ、そこまで大したもんじゃないんだったら、ほんと、タロットだけでよかったっすね。うん、で、どこ行くんでしたっけ？とりあえず何？生徒を追うってことでいいの？まさか屋上行ったとか、屋上っていうか上行ったとかね、こっから敵も出ると。やるわよ、みんな。ちょっと BGM か。あ、悪魔が話しかけてきた。いや、いいじゃないですか。引き継ぎなんだからね。にゅ、人間だにゅ、お話ししたいみたいにゅ。どうしたのかにゃ、なんか喋るにゅにゅ。ひょっとして悪魔と話すの初めてかにゃ。そうでもね。本当かにゃ、ちょっと慣れてない感じがするにゅ。コンタクトの仕方を教えと思ったにゅ。どうかに教わるかな。うるせえ、もういいよ。僕の説明いらないかね。じゃあお別れだにょ、うん。あ、なんだ。本当にチュートリアル的なあれだったんだ。もうね、言って、罪で、もう嫌というほど襲われましたからね。もうそんなもん頼らずとも、僕はやっていける。ここは時計台。鍵かかって、どこ行きゃいいんでしょうね。
展開的に。説明いらないと家庭を打つ予期だな。あ、当たり前。だってコンタクトは変わってないんじゃないの？サンマリンズは装備が目的ではないからな。そうなの？え、どういうこと？からペルソナアーディでもまだどうせベルベットルーム使えないでしょねえ。せっかくフリータロットあるって言ってもペルソナはっガシャえ、効かない？え、しかも弱い。これでランクアップ。ランクアップからのアーリーランクアップでまだ死なない。え、二回攻撃。ちょ。ディアが使える。まだ。何シングルショット。まだ死なない？ちょっとただの雑魚じゃないの言ってまあ確かにそういう意味ではねゲシナさんがね初期ペルスなんでもやばいって確かに言ってましたけど終わりだな。すでに詰みそうねえ。合体魔法使っていた方がいいよ。ああ、合体魔法はてかそっか どうでしょうねはい、66ミサイルしますよ。経験値5なんでしょうね。まあまあやん。暴力、魔法攻撃でいいかな、なんかちょっと気のせいか戦闘手記憶がなんかねえ罪よりしょぼいような、気のせい。どこ行きゃいいんでしょうね。直線で発動できる合体魔法なんてあったっけ。わかんないっす。67個目さえいらっしゃいますよ。女の子だ、何これ。ナイトメア、これアクティブにね多分ってことは使えるやつが今ないってこと。違います。はい、68個目さえいらっしゃいませんねえ。核のペルスナありますかね。ちょっと待って、っていうか3人仲間早く変わんない。あと誰何これ。グリナイス。謎の中国人、中国人、謎の中国人だ。誰銀行はいや違うか。てかどこ行きゃいいんでしょうね。あ、誰かいる。駐輪場。不安の女講師、犯人はまだ校舎の中にいますよきっと。だって私ここずっと見張ってましたから。でも犯人が来ちゃったらどうしましょう。いけないの。じゃあここ、じゃあ学校内にどっかにいるってこと。学校から出れない。お前ら全員検体だ。魔法があれってことはね、
JO が一番好きなペルソナって何、はい、一番好きなペルソナってどういうこと、何 ペルソナって ゲームとしてじゃなく、このペルソナの悪魔ってかあれの、いや僕あんまりまだ覚えてないからどれって言われても、言い訳なら書で聞こう。で、鍵かかってる。鍵がかかってる。JO が好きな悪魔破門処方、はい、何門処方、何それ、知らないの。1をプレイしたらイルルヤンチキンを好きになっちゃうよね、はい、いやイルルヤンかしら、いやわかんない、いや使ったこと ありましたけん、うん、どれでしょうね。いやあんまり好きってん、どうでしょう、 1でねインパクトあるって、やっぱねラスボス倒したあの聖天体制でしたっけね、あれの回転力ね、タルカジャからの、ねこいつはこいつは横文字かぶれなの。ミシェルみたい。俺は出られない、ここも、生徒たちは、みんな教室に避難しています。私は犯人がここから逃げないように見張っているのですが、まだ誰も見てません。うん、つまり、校内探せってことか。中庭はもう行けなくなってる。どこでしょうね、そしたら。1B。そう考えると、やっぱり何、何ね、あの、アンナが3の B が、怪しいのかね。ペルソナ。ハマー。ペルソナ。一度目。まあさすがにまだね序盤だからこの辺はまあまだ幽霊方でしょう。よし。まあボスは知らないけど、ボスいるのかね。レベルアップ。悪魔の声が可愛いんじゃ。そう。どうしよう、均等に上げてた方がいいのかな。魔法攻撃だけどもダメかねと言いつつ、また曲振りしちゃおうかな。ニンニ。何ですか、ミヤはミヤじゃないです、これ、ま、マヤでしょう、うん、どうしよう、それともこっち公務室、なんかちょっとねウララの声おばさん臭いですね、いやあんまり気にしちゃダメなんかもですよ、へい、やっぱりマヤはね、SP が結構伸びますね。ただ、ヒットポイント低いんでしょうけど。あ、これ続編か。そうです。ペルスナ、今日から×です。時計台の鍵が見当たらんのじゃ、どこにしまったかの。いつもの机の上に置いておいたじゃありませんか。それがないんじゃ、誰かが持っていったんじゃろうか。え？あ、ほんと？バイタリティ、うん、テック上げたら SP、あ、テックでそれか。ここにあった時計台の鍵が消えたそうだ。セットの可能性が高いな。とりあえず、鑑識に連絡しておくか。じゃあ、前の場合、何？バイタリティ上げた方がいいんですかね。あれはこのポスター、さっきも言ってたな。くそ。鍵がなくなってるってことは、やっぱり何？時計台のとこ行ったってこと？ね、大時計の。でもさっき開いてなかったような気がしたけど、
今の話聞いてから、それとも職員室、まあとりあえず 手当たり次第に全部見とかなきゃですかね。なんかある。ジョーカーなんてただの噂だと思ってたから、だから私、まさか噂が現実になるなんて。とりあえず生徒たちは教室に隠れておくように伝えました。早く警察の応援が来てくれるといいけど。ヘリオス、あれがもう一人の僕だというのか、自分の知らないもう一人の自分か。しかし、よりによってそれが猫とは皮肉な話だ。猫なんだ。カシカラ先生、あの校長先生が殺されてしまうなんて、もしやラストバタリオンが、いや、そんなわけありませんよね。もうヒトラーはダメでしょ、さすがに。そうか、先生。そうか、校長室で殺人が起きてしまったか。そうか、これは一大事だ。ところでどうかしましたか？公務室から時計台の鍵がなくなっている？もう、誰かが持ち出したのか。とりあえずこれが予備の時計台の鍵です。使ってください。じゃあ、これでいけってこと？またちょびひげの仕業か。ちょびひげ。で、まあ、あれもだからニャンラとホテプがね、バテてたってことでしょ。ああ、そう、校長先生が殺されたの、ああ、そうってことは、もしかして殺人鬼がまだ校舎の中にいるかもしれないの、ああ、そう。どうね、ただ展開的にはこれで、時計台ってボスでしょ。誰がボスか知らないけども。勝てますかね、3人。まあ、3人は多分ね、普通も、でしょうけど。問題は、レベルがどうなんでしょうね、この、結構ね、確か罪の時のね、あのね、般若校長も、結構強かったですからね。例えば1の時はね、噂のあれでね、時計壊すとかやってましたね。2だった。僕って誰？僕って誰？帝王？僕？何？僕が？何？何？罰じゃ何？黒幕が僕なの？もしかして。何？ポートピアで何？いや、安みたいな、あんな感じ？もしかして、そういうオチなの？寒いはいけないよ。ここも明かり、あ、もう封鎖されてんだ。なるほどね。うわぁ、ほんと、マヤ、ヒットポイント低いな。違う。いや、わかんない。いや、だから、コメント見て想像して、違う。わかんないっすよ。まあ、そういうね、サプライズは普通に。は。ねえ、帝王は黒幕。そういうこともあるのかな。なんだ？ん？さっきも感じたこれは、ペルスナが共鳴しているのか。この感じは501号やつか。そいつと戦うの？ジョーカーと戦うの？いきなり。前作主人公いないの？まだいないみたいですね。ねえ、この学校の生徒らしいというか、ちょっと、とりあえずセーブしましょう。あ、違う、こっちだった。ちょっとすいません、セーブのついでに、ちょっとすいません、ちょっと時間いつもより早くて、トイレ行きたくなったんで、ちょっと、はい、ちょっとトイレ行ってきますんで、お待ちください。はい、マイク切りますんで、はい、ポチーっと。トイレ。なんか抜きどころあったっけ？
つくない？あ、はい、すいません。お待たせしました。はい、再開します。何なんか抜きどころあったっけ別に抜きに行ったわけじゃないね。まだきつくない。何がセーブしたでしょ。きついって。食べてません。なんでトイレ行ってるのに食べるっておかしいでしょ。ねえ、ん？時計台の鍵使って。まだきついって嘘でしょ。そんなレベル上げしないと勝てないの？いきなり。うん、あそこあそこ。誰がいるの？あ、やっぱりこいつ？ね、レイディ、お前は俺の仲間だ。迎えに来たんだよ。あんたなんか知らない。私はジョーカーのまじない、のまじないなんかしてない。心配することはね、俺のことも向こう側のこともすぐにわかる。そうすりゃお前もこっち側が間違いだって気づく。悪いようにはしない。一緒に来い、なんでしょうね。その子から離れろ。邪魔すんじゃねえ。そいつら普通の雑魚、雑魚とか、まあ、アクア、どれがいいんでしょう。最初カイロインみたいな名前しやがって。ま
501ありますよね。っていうか、あのジーンズの501とかって何の意味なんでしょうね。マグナ。テンション上がるわ。5000。どうかな。ゴーマリさん。ゴーマリさんじゃないけど。エロいのは色が隠す意味だぜ。絶対嘘でしょ。何回復しやがった。リスナーをもてあそぶぜよ、うん、こんにちは。もてあそんでませんが、はい、92個目さんでした。え、本当に どういうこと。エドウィンってだってアメリカだからのメーカーじゃないの、ジーンズって。エドウィンは本当。え、本当にすごい。なんで94個目さんでした。だってね、日本のメーカーじゃないでしょ。どういうあれで、うわ、まずい。ちょっと待って待って。っていうかアイテムとかも何にも ない見てないけど。難易度合ってんですかね、多少は。海賊王も人間のクズも同じようなもんだよね。どういうこと。まずい。やられた。ちょ待て待て、どうする。攻撃する。凍結食らうのはちょっとね、治んないの。ちょゲームオーバーになったら次のゲーム行くの。いやさすがにそれはちょっとね、横暴でしょうし、これでやめたらさすがに納得しないじゃん。ちょまずい。あ、死ぬ。ちょあー、また好調してえな。あー、ちょまずいじゃん。ちょなんか ないの。崖っぷちフマスとかもないし、傷薬。いや、ちょっと雑だったかな。いや、もうでも無理でしょっていうか。うららって帝王の好みで決めたん。え、どういうこと。うららって何。いや、などういうこと。何、パーティーってなんか変えられるの。何、どういうこと。うららって名前のこと。カクとかありません。ダメじゃん、もう。ちょっと強いか。わあ、普通に全滅しちゃった。まあちょっと雑でしたけども。アマの迷いよ、いまだ真実を忘れたままそこで果てるのかね。影に見られたかの力になれるのは君たち置いて他にない。さあ、今一度刻まれた時から歩き出したまえ。ファットアンクル使おう。ありません、ファットアンクルなんて。いや、きつそうですね本当にこれ。
ね、フリータロット。ね、引き継ぎあってよかったですね。なんだ、ギレンはまだね、甘髪終わったら考えますから。そんなに、そんなにギレンがあれですかね。どうしよう。ちょっとじゃあレベル上げした方がいいのかな。ゲームオーバーオッツです。はい、ねえ、これから何回ゲームオーバーするか分かりませんね。やだな。ちょっとここで戦いましょうか。帝王が愛したギレンは終わった。なぜだ。え、死んだからですよ。ファットアンクルだからですよ。坊やだからさ。誰が、僕が。パチパチパチ。何がパチパチパチなの。あ、おっさんだった。そうですよ。あ、ちょっと育成がてらすれば、ちょっとあのちょっと雑談じゃないけど、ちょっとあの僕がなんか昨日聞いた、なんか昨日ニコ生のね、なんかあの公式生放送でなんかちょっとね、なんか今後のなんかね、ちょっと運営っていうか、え、どのセリフ、あ、坊やだからせて、あで、なんかね、今後のあのニコ生のなんか設定で、あのアンケート機能のなんか条件がなんか変わるってね、噂聞いたんですよね。ね、今だとね、配信のコミュニティレベルで、アンケート機能がね、できるできないみたいな、そういう話はあるんですが、なんかね、まあ、まだ先かもしれませんけど、ね、今度からなんかそのコミュニティのレベルじゃなくて、何が手遅れって、あの、なんか生主自体のなんかそのね、フォローすることで上がるレベルでなんかね、アンケートができるようになるって、まあまだすぐじゃないでしょうけどね、なんか夏頃だか、実験放送多分終わってからでしょうけども、ね、なるほどね、だからコミュニティのフォローよりは、だから僕自身の帝王にフォローしてくれたらね、それでレベルが上がって、レベル10でしたっけ？え、何の秋だからゲームクリアした時にね、次のゲームね、ゲーム選ぶ時にね、あの今多数決でね、いちいちね、あの挙手してくださいとかやってますけど、アンケートねできたらね、そういうの便利でしょう。だからもしね、あのアンケートでね、そのやってほしいゲームね、なんか決めてほしいみたいな人はね、あの振るってね、ちょっと、どうなんでしょうね、わかんないけども、でも今ね、僕のそのアカウントっていうか帝王のねレベルが5だから、10までだったらそっちの方が楽なんじゃないんですかね、わかりませんけどもね、多分コミレベル25よりは可能性がねあるんじゃないかなと思うんですが、しょうがないでしょ。だからあのね、リスナーさんよって言えば、あのコミュニティの方じゃなくて、アンケ機能くらいホイホイ使わせてくれてもいいんだが、ね、どうして渋るのか。そこなんですよね。次のロマサガはいつ？え？次のロマサガとか考えてませんよ。あー、人間です。あ、そういえば人間に聞いてみたいことあるんです。ラタトスク、どうしても、どうして悪魔なんですか？悪い子だから。ミュラタトスク、悪い子ですか？また楽をしようとする。何がですか？楽って何がですか？いいじゃないですか、アンケートね。ロマサガって終わったんだっけ？ロマサガ3はクリアしましたよ。ラタトスクもお姉ちゃんのことを知りたいです。あのね、次はラタトスクがインタビューします。お姉ちゃんのことを聞きたいです。何を教えてくれますか、
お姉ちゃん、前のアーマのマヤって名前なんだ。ジェンタルスです。そんな変なお名前。ちょっとそれかわいそうじゃない？もうラタトスクプンプンです。悪い子にはとっても怖いお仕置きしちゃいます。どんなお仕置きがいいですか？お尻を立てこう、お尻に閉じ込める廊下に立つ。廊下って何ですか？お話が変わるんですけど、ラタトスク好きな、お前どんだけ質問すんだよ。どうすれば熱い気持ちを伝えられますか？勇気を出してこう。そんなできっこないです。は、恥ずかしいです。お尻入れるがない。どうしてラタトスクを怒らせるんですか？ラタトスクのこと嫌いですか？嫌い。パパに言いつけちゃいます。子供じゃないとこ見せてあげます。もう、ほんとこれコンタクト面倒ですよねって、特に相手がね、仕掛けてくるの。興味ないっていうのはこっちや。何が誰？僕、コホマンオロか。同族権を。同族権を。そういうこと。どうかな。今日さっきのやつらに勝てればいいんですけどね。時間的に。それで終わりでちょうどいいかね。彼に会いたいの。邪魔しない。じゃあもうバイタリティ上げた方がいいんですよね。これでちょっと何？ゴーン会長を見習って変装しよう。何のために？これでちょっと、あね、ヒットポイント伸びましたね。どうかね、これで勝てますかね。まだきついかね。違う。癖ですね。余裕余裕。さっき負けたんですがね。言って。これ主人公、マヤ？そうですね、罰の主人公はね、このマヤっぽいです、楽してロマサガするってマジ？どういうこと？何も言ってませんよ。なんでロマサガの話題が出てくるんですか、その子から離れろ。邪魔すんじゃねえ。エレーラーそいつらの相手でもしてろ。でもさっきのね、凍結がちょっとうざいし、どうすりゃいいんでしょうね。どこのフリーザ様ですかね。ストーンライズ合体魔法。どうしよう、どっち先がいい。こっち。ストーンライズ。一旦もめんですね。一旦もめんなの。どうでしょう。弱くもないけど。回復するか。ポイズマは
バトラー出ていい味方いて、さあ行って、あ、そっちか。はい、どうも、ゲストさんいらっしゃい。おいしたおいした。問題はこのブフガンなんですよね。はい。これペルソナと本人のレベルはそれぞれ違うの？どうでしょうね。ペルソナ自体なんかね、レベルがあって、そのレベルにね、達してないとね、多分憑依できないっていうか、ありましたよね。だからね、多分ね、いくらフリータロット990枚ね、あったからってね、いきなり最強のペルスナね、つけてねってわけにはいかないんですね。多分ね、キャラのレベルが上がってないと。またさっきと似たパターンだな。これ氷結治んじゃねえか。気持ちよくなって寝れたか。どういうこと？気持ちよくは分かんないですが、なんかさっきと同じ展開のような気がするのがすごい嫌な予感です。とぼけちゃって、何がですか、これで死ぬんじゃない、まさか。大丈夫、その次は誰かな。まだ決めてないっす。いや、甘神なの分かってるんですが、そんなね、気持ちよくなれる展開昨日なかったでしょ。そこまでまだね、エンディングまでね行ったっていうなら、まあ確かにね、昨日温泉のね、まあシーンはありましたけど、僕くらいになるとね、ああそんな程度ね、ちょっとね言って動じる人間じゃないですからね。もううざいな。ちょ待って。引き裂き、今日はエンディングか。上になった。何なたって、何なたって、何置かないな、なたってどういうこと。どういうことですか。なんでそんなことがわかるんですかね。帝王も女子高校生に目覚めたか。帝王最近モテモテだから精神安定気味だよね。そう。違う。ああ、ぜひ。これ。ヘルスマン。また回復。あっちを先に潰した方がいいのかね。
し、これでどうしよう。よきた。ここでもう一回ストーンダイズ。発動しないじゃん。違う。待ってるからか。あ、95。すごい強い。うん。あ、今のね、良かったですね。パチパチパチ。あ、ありがとうございます。ですけど。帝王は子です。ここはメギドラをなると楽ですよ。あるの？ 148 個目さえ出せます。やるじゃねえか。しょうがねえ。ちょっと寝てろや。くっ、しま。どうだ。で？てめえは、誰？何が起きた？あ、帝王だ。デジャブの少年。いえ、やつは逃げた。デジャブの少年。以前駅前でぶつかった大人びた少年。なぜかそれよりもずっと前から知ってるような気がする。青葉区の、クズの葉でしたっけ。クズの葉という探偵事務所に行け。その紋章を持っていれば奴に狙われても安全だという噂を広げてもらうんだ。なんかね、こっちの方はなんかね、前の世界の事情記憶してんですかね、うん。それを最後にもうこの件には関わるな、全部忘れるんだね。なんか完全に記憶を覚えてるって感じですよね。こっちの帝王は。帝王は素音しっかり。ビュービュー。うん。青葉くん。なんでそうやってね、ギレンと絡めようとするんですか。寺子安。ね。谷刑事。家計のプロファイルも当てにならんな。ババ引いたのまた親父なんだって。島津管理官、そこにいる2人が第一発見者か。参考人の生徒やらはどうした。島津管理官、連続猟奇殺人事件、特別捜査課本部の、指揮を取る、県警捜査一課のエリート管理官。デコスケ野郎。警察病院に搬送しました。参考人はババに狙われています。ババジョーカーってこと。語彙をつけてください。少年っていうのは振り仮名振っておいて病気とかいうのには振らないっていう。わら、そう。501号と接触したそうだな。報告しろ。底辺のお前休め。ババが出てからこっち働き詰めだからな。たまには親父さんを温泉でも連れてってやれよ。父親いるの。谷さん。底辺の13部長、本日付をもって、君を捜査本部から外す。所轄の優秀な刑事と聞いていたが残念だ。何、取り逃がしたから何外されたってこと。ちなみに俺の部屋番号は501号室ではないです。はい、そうですか。うん。カエルの子はカエルか。何、父親なんかあんの。そういえば
ね、あんまりね、罪でもその辺は触れてませんが、はい、どうも、ジョニー・デップさんいらっしゃいませ。だから止めたのにさ、で、どうすんの？本当に応戦行っちゃうんじゃないでしょうね。バカな。やつを見た。警官は僕だけだ。必ず逮捕する。うん、ねえ。まだ仕事なんやけど謝って。なんでですか？ジョニーデップおるのこの枠。うん、たまに来ますっていうか、休憩時間に見に来てるんですね。じゃあさ、デジャビの少年が行ったっていうジョーカー予定の噂広げてみない？バカな、科学的じゃない。確かに噂が現実になることもあるが、それはあくまで。バカバカ言わないでくれる。今まで見たきたことが科学で説明できるわけ？もうこの石頭もみあげ男。もみ、わかった、好きにしてくれ。確かに天野くんを助けた少年のこともある。その探偵とやらに話を聞こう。で、これで自由。天神は攻略したの？ね、天神まだ今日中田沙耶がラストですかね。それで2人攻略完了ですかね。とほほ、結局お宮パーティー行けないでやんの。まあ、しゃあないわな。頭上がらない。これは、つまり、弟のこと覚えてないのか。いや、僕は覚えてます。けど、ババのやつ、異常者には間違いないだろうが、言ってることはどうにも引っかかる。向こう側とこちら側か。で、ね、校長死んだんですね。でも、お姉様がジョーカー様にお願いしたんじゃありません。私にはわかるんです。片山がいないっていうんで探しに来たんだけど、なんで私がいる学校にはこんな事件ばかり起きるのかしらね。これどこ？ほとんど仕事終わりに遊びに来てるのに、はい。帝王には時々しか来てないって思われてたんだ。いや、違います。いや、違う。時々っていうか、いや、まあ、でも、毎日必ずでもなかったでしょ。とりあえず、これ何？警察の車がたくさん来てたけど何かあったの？またジョーカー事件なのかな？まあ。はい、ジンホさんいらっしゃい。ね、まあは、今度の土曜日、ね、超魔界、ちょっとあなた知ってる、ここ、七夕川に囲まれた中島になってるじゃない？春になると桜がいっぱい咲いて、遠くからと、水に浮かぶ蓮の花みたく見えるから、エデン時代って名前がついたんですって。すぐその本丸公園が工事中でね、結構時間かかるらしいんだ。憩いの場から追い出されて寂しい限りだよ。とりあえずまず何、どこ青バックって言ってました。でも青バック、これ探偵事務所ってね、確か前別のとこじゃんね、平坂区だかどっかじゃなかったね。ショップね、あと里見田だしね、え、これ何でしょう、武器屋。移転されたね。移転、ね、移転。なんで青幕なんでしょうね、今回。結構なんか綺麗ですね。確かに毎日は来てない。仕事早く終わって時間があるときは来てる。帝王に代わって謝るハリスナーさん。いやいや、別に謝らなくていいです。前の主人公は消えたの？いや、いますよ。ねえ、ただ、ねえ、なんかねえ、前の向こう側のねえ記憶もなんか引きずってるってか覚えてるっぽいですが、いらっしゃいませ。当探偵事務所では、浮気調査から、付き物落としまで幅広い依頼をお受けしますよ。たまちゃん女子大に通いながら裏ではデビルサマーのとして活躍するバイト少年。お、大人だからどういうこと？いや、僕は謝るでしょ、結構。いや、ちょっとお伺いしたいことがありまして。猫が金になってる。ねえ、金になってますね。儲かってんですかね、こっちでは。噂を広げるなどという依頼は受けたことはないが、最近ジョーカーの噂を広げたかと聞きに来たやつならいたな。都道府所長、かつてはマヌキな三流探偵だったが、何がですか、もう。
最近突然人は変わったように有能になった。裏ではデビル様な過剰気の営んでいる。何だってペルスナのレベル上げしながらおまさができないっていうのも当たり前じゃないですか。そんな人がいるんですか、ね、ペルスのレベルなが、うん、だってロマさんがこの間クリアしたでしょ。もういいじゃないですかね、うん、どんなやつでしたか。それデジャブの少年だわ。マーヤン間違いになってあれでしませんよ。ジョーカーのことね。違う、女子高生でしょ、そっちの。もう少し詳しく話してくれ。話が見え。なるほど、興味深い話だ。先頃の連続猟奇殺人事件、ジョーカーの噂、悪魔の、目撃だ。噂が現実になるとすれば、合点がいく。何サガフロ、いや、とりあえず、だって、やれる状況がないでしょ。でよ、今日もまた7時から、スパロボ。ねえ、だって、今はね、ジージェンとね、スパロボ、夜の部で回してますから。やりませんよ。やりませんよ。なんで僕に RTA ね、リクエストするんですか。僕みたいな下手くそに RTA なんかできるわけないでしょ。リスナーにアンケート取って消されるであろう、ギレン。そう。まあ、しょうがないでしょ。それはそれで、アンケート、ね、民意のね、結果ですからね。そのジョーカー避けのエンブレムの多さ、俺たちが引き受けてやろう。なんでブーブー言うの。本当に噂が現実になるか試すいい機会だ。なんでジョニー・デップさん的には何、甘神が見れればいいんじゃないですか。ねえ、そんなブーブー言ったってねえ、言ってね、スパロボと GJ ね、目当ててね、見に来るリスナーさんだっているわけですから。無理です、その前にクリアできませんよ。ずいぶんあっさり納得したみたいだけどさ、病院に通報したりしないでしょうね。世界は謎と怪異に満ちている。常識などに縛られんことだ。さて、自分の流儀にこだわるのが本物の男だ。まずは俺に噂の拡散を依頼してもらおう。金取るってことでしょう。まずというのはやめよう。その代わり帝王がブヒブヒ言ってくれるから。どうですか。ブヒブヒ言うわけないでしょ。ブブーは意味ない。そう。ブブーは意味ない。ブヒブヒ。とりあえずちょっと噂を広めて。噂を広める。お金取るでしょ。エンブレムの知りな力。依頼。3000円通るの。他に何かあるか。ただもしかして。はいはい、ブーブーはしまっちゃいましょね、うん、ね、うん、何噂はただ、もしかして最初だけ、うん、噂広めていい、うん、帝王は実は白のブリーチ。違いますよ、トランクスですよ。何のゲームでもいいよ、うん、帝王から買って遊べたらそれでいい。そうですか。悪魔とは戦うだけが脳じゃない。たまには交渉してみることだ。なぜ知っているか不思議か。今こんな慣れしちゃいるが、俺たちも悪魔とは馴染みのなりわいなのさ、うん、これで依頼は成立した。成果は自分で確かめろ。そう。他にも広げたい噂があれば、元ネタを噂屋から聞いて持ってくることだ。どこにでも噂話に詳しいやつはいるからな。そのデジャビの少年って子も噂の出所探ってるみたいだったけど、インターネットにいいアングラページがあるわ。まだ言ってないでしょ、これは。バオフって所長の知り合いが街の噂を収集してるページなの。ちょうどチャットにいるみたいよ。何、帝王がな、帝王が4年の枠が終わった白ブリーフで、なんで白ブリーフなんですか。ジョーカーを見た、やつに狙われて生き延びた者はいないという噂だ。どうやって生き延びた？ラビット。おや、コウタがさ、今日8時から重大発表って枠取ってるけど、はい、帝王何したの？いや、僕は関係ないですね。8時が重大発表ってな、何？大学行くんでしたっけ？おや、福岡さん。ねえ、どうせ信じないわか。まあいい、会えばわかる。青バックのダブルスラッシュだを、ラビット店員にハンドルを告げて指示に従う。
とりあえずそこ行きゃいいのかな。うさんくさいな。行ってみるか。こうたのは実的に試験絡みかね。試験絡み。結婚とかするのかね。え？わら、まあせいぜい別れたとかだろうけど。どうなんでしょうね。何事にも掲示板必要だ。どうせ僕ね、配信やってるから見れないでしょうし。これからもそれは変わらん。手順はしっかりと覚えておきよ。でも驚いた。ペルソナ使いって結構いるのね。私の高校の同級生にも9人もいたのよ。そんなにいたの？あれ、他にも知ってたような気がするけど、気のせいかな。あのさ、見た目は冴えないけど中身は相当いい男と見た。いいよ。私の男アンテナにピクピク来てんの。確か結婚詐欺師にね、騙されたような気がするんですが、その例が当てになるのアンテナ。そうですか。引退で、うん、バオフーか。なぜ会えば分かると断言できるんだ。気に入らないな。うん、とりあえずまあいいか。で、で、出る、どこ出口、ここ？時間的にもうちょっと無理ですかね。ていうか、噂も、あ、ここダブルスラッシュに来いって言った、ここでしたっけ？ね、ただ今。でも、あ、ベルベットルーム行ける？え、まだ行けない？なんか条件あるの。で、時間も時間だし、今日はここでセーブして終わりましょうか。あと10分ないですからね。帝王、一回6時間みっちりペルにやってさっさと終わらせないか。いや、6時間程度全然終わらないでしょうし。ねえ、他のゲームもやってるから、そんな別に慌ててやんなくてもどうせまた、この50時間ぐらいやれすれば終わりでしょう。うん、はい、ということで、どうも、2時間ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。